雲の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池に咲く蓮の花は真っ白で良い匂いがします。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様は池の淵に立ち、水の中をご覧になりました。この池の下はちょうど地獄の底なのです。水晶のような水を透き通して地獄の様子がはっきりと見えました。地獄の底には神田田という男がいました。神田田は生きていた時、人を殺したり家に火をつけたりした悪い大泥棒です。それでもたった一つ良いことをしました。道端を歩く小さな雲を見て、はじめは足で踏みつぶそうとしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ、と助けてやったのです。お釈迦様はできるなら神田田を救ってやろうとお考えになりました。そばにあった蜘蛛の巣から銀色に輝く糸を取り、地獄へまっすぐに垂らしました。さて、神田田は地獄の血の池で溺れていました。ここは右も左も真っ暗で、明かりといえば恐ろしい針山の針がぎらりと光るだけです。あたりはしんと静かで、時々罪人たちのため息が聞こえてくるばかり。神田田は疲れ果てておりました。ところがその時、遠い遠い天井から銀色の雲の糸がキラキラと光りながら頭の上へ垂れてきました。神田田は思わず手をたたいて喜びました。この糸を登っていけば地獄から抜け出せるぞ。いや、もしかしたら極楽へ行けるかもしれない。神田田は蜘蛛の糸を両手でつかみ、一生懸命に上へ上へと登り始めました。もともと大泥棒ですから、こういうことは得意なのです。しかし極楽は果てしなく遠く、なかなかたどり着けません。神田田は一休みしました。はるか下を見下ろすと、血の池はもう見えません。このまま登っていけばきっと地獄から抜け出せるでしょう。閉めた、閉めた。神田田は何年ぶりかに笑いました。ところがとんでもないことに気づきました。蜘蛛の糸の下の方には何百何千の人々が捕まっていました。まるでアリの行列のようによじ登ってきます。蜘蛛の糸は細くて今にも切れてしまいそうです。そうなれば再び地獄へ真っ逆さま。このままではいけません。神田田は大きな声を出しました。
こら、罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろ。その途端、今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神棚のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。神棚は駒のようにくるくる回りながら闇の底へ落ちていきました。あとにはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立ってすべてを見ていらっしゃいました。やがて神棚が血の池へ沈んでしまうと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分だけ助かろうとするわがままな心が罰を受けたのでしょう。しかし、極楽の蓮の花は少しもそんなことを気にしません。白い花はゆらゆら動き、良い匂いがあふれております。極楽も、もう昼に近くなったのでございましょう。